ぶりです。幸子さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。うちのお店も初期から来てくれてるし、はい、イベントも手伝ってもらってるけど、はい、実際自分の仕事ってどういう枠なの？まあ、本当に何でも嫌なんですけど、うん、私もともと心理カウンセラーやってたので、うん、なんか社長の相談係みたいな感じだったそれメンターじゃない？そういう感じです。なんか経営者って孤独だったりするじゃないですか。まあ、スナック行って説教されるの好きだったりするからね。自分が年上の女性に説教されてる。なんかほら、言えることと言えないことっていうのが出てくるから、うん、そういうのを話しつつ、数字とかの話もしつつ、頑張って売り上げを伸ばすことっていう感じです。もともとは企業のマーケティングしたんですよ、うん、私。一番初めにお酒の会社に入って。うん、それ知らない。本当ですか？俺セミナーの会社からしか知らないけど。お酒の、問屋さんにいたんですよ。輸入したものを卸売りする会社で、物流とかもやってる会社にいて、それでお酒の販売のマーケティングの事業部にいたんですよ。なので、もともとは企業側のことをやっていて、なのでそういうことをやっていたので、今はちっちゃいところにやり方を教えてるみたいな感じなので。会社立ち上げた時何やろうと思って、何をどう思って立ち上げたの？完全に心理カウンセリングだけです、その時は。あと通販とか、なんか EC サイト、それこそ もう何年？独立してそんな経つの？はい。あ、そうなんですか？そうなんですよ。私、2007年くらい独立したんで。あ、もう14年経つ。そう。そのくらいに EC サイトを作ったり、そのコンサルとか、心理カウンセリングとか、普通なんかこう、個人事業主でやるようなことを、なんか一気に会社作っちゃった方がちゃんとやるんじゃないかなみたいな感じでいきなり会社やっちゃったんですよ。14年前と俺会社入社したとしてないからそれなんかそういう年齢の話になってるだから なんかね全部本当ありがたいことにお声かけいただいてやりますみたいな感じで入っていろいろが今あるっていうことです。いや、自分からなんかこう応募したって入るみたいなことって実はあんまなくて、腐っちゃうの性格でそうだよね。はい。なるほど。わかります。聞き上手に なことに徹するから、自分の案件をプレゼンしようとしないじゃん。やってることも、自らは。腐っちゃって何してんのさ、なんかあれもやってるし、これもやってるし、これもやってるから、なんでも手伝いますよって。そう。だから、相手の要望を聞いて、できるかできないか、うん、相談役に回ろうとしてんじゃん。あともう一個はっきりしてるのは、自分ではあんまり何もできないので、聞いてできる人をこうチームを連れてくるっていう、本当にお友達とか知り合いとかが増えていって、そういう人たちといろんな仕事をやってるとか、チームあちこちにチームでなんかそんな感じです。友達多いもんね。例えば案件ってさ、2つ3つ被る時期やっちゃう。で、6割知ってたら4割勉強しなきゃいけない時間も必要じゃん。で、案件被ってる時にその時間ないじゃん。なんかそうするともう一人で無理な形になってくるじゃん。まあそれでも寝ないでやったり頑張りする時期あるかもしれないけど、まあずっとはモチベーションも継続しないし。なんか思ってるのは、把握とか理解だけはちゃんとしてようと思っていて、なんかこう横流しっていう仕事はしないようにしてます。だからある程度自分で理解した中でこう進む、うん、なんか一緒にやってくれるメンバーとやっていくっていう感じ。20歳から22か3までが DJ とバーで、まあ、DJ だからバーで働いてて、で23でレコード会社入って、で1回辞めて、でまだガラケーの時代だったから、1回レコード会社辞めた後ガラケーの広告代理店に入って。どんなお仕事だったんですか、レコード？レコード会社の時は、いわゆる新人発掘とか、アーティストを、新人発掘して、オーディションして、いい子がいたら、多少の、入り口レベルの、なんだろうな、音楽用語じゃないけど、まあ、レコーディング現場一緒に立ってあげたり、で、デモ音源作って、で、それで資料を作って、メジャーレベルにプレゼンするみたいな仕事してて、
のミーハー的な考えですけど、すっごいモテそうですね。全くモテない。普通の人よりかは、人と会う人数は多い仕事をしてるから、共有する言葉を探すのは人よりか早かったりするの。